こんにちは。こんにちは。ハロー。はい。愛と笑顔で世界を変える男。感動の講演家、山田和弘です。イエーイ。せーの、いいね。はい。今日は一つ、二つお話しさせていただきたいと思います。今日は久しぶりに仕事終わって寝ました。 起きて、昼寝あんましないんですけど、久しぶりにこう、寝ましたね、1時間ぐらい。一時、最初30分だけ寝ようと思ったんですけど、1時間半ぐらい寝てしまって、思ったより寝たなぁ。でもまだ寝足りないなぁって思って、でも車の中でずっと寝ててもしょうがないので、えー、帰る準備して帰りました。またなんかこういうのもなんか,お、えーか、教えてくれてるのかなって思います。あの ちょっっっと疲れてきててきるるんだなって思ったら寝る特に私皆様もそうだと思うんですけども、えー、そんなことないか何とも職業によっても違うと思うんですけどもタクシー運転手は完璧に人の命を預かっているので人の命を預かっている以上は自分の自己体調管理はかなり意識してます寝不足は一番やっちゃいけないなと思っていて。 なので必ず寝る時間も決めて寝て起きて眠くなったら必ず休憩するようにしてうんそれともまれに眠くなっちゃう時あるんですけどもそういう時はお客様にちょっとうんな言わないか言った時ないっすねうん気合でももつ練ったりする時とかあるかなでもそんなのめったにないの年に一回あるかな本当に お客様乗ってる時に眠いなっていう時はほんとない状態で、えー、お仕事させていただいてますあのほんと自分の命もあ僕タクシー運転手なんですあ俺今日何も言ってないあえー、愛と笑顔で世界を変える男感動の後援家山田和弘でーすわーせーのいいねはい タクシー運転手 YouTuber としても完璧に活躍させていただいております、はい。ちょっとこれ抜けましたね。うん。なので何かご視聴なさっている方でも、あの、なんか体調管理のことあれば、出発地点は僕何でも自分で発信させていただいてます。なので、えー、自分の体調管理、自分の心の点検なさって、 っ眠い時は寝る無理しないどうしても仕事しなきゃいけない時は何かうん目薬さすとか薬局行ってあのコーヒーもかなんかこのぐらいのちっちゃいのでこのぐらいの300円ぐらいで売ってんですよねいいの500円ぐらいなんかユンケル飲んだりとかそういうの飲むのも手なのかなって思いますはいそしてもう一つつい の方に、えー、ヒーローって誰ですかってヒーローって誰ですかってあの、えー、いますかってもう即答ですね即答私はもうお父さんのことをずっと尊敬していて、えー、ちっちゃい時もなんかやっぱ僕ちょっとぐれてはいっ不良でもないんですけど優等生でもないなんか うーん不良ともなんかグレてはなんか本格的な不良ではないんですけど不良とも遊ぶオタクの人たちとも遊ぶなんか真ん中普通の人たちとも遊ぶなんかみんなと仲良く、まあ、みんなと仲良くうんそうねみんなと仲良くはしてたと思いますあの不良とも遊ぶオタクのあもうど基本オタクなんですけどねオタクゲーム大好きで。 あのうん、ゲームちっちゃい時はゲーム中心に遊んでました、うん、そうですね、うん、で勉強なんかも全然しなかったんですけども何、えーうん、て言うのかなうちのお父さんは基本的にもう何でもやっていいよっていうスタイルであの俺が何々したい、うん、僕高校中退 ししててあののー、の夜間の学校の方に進まませていたただき全日高校生高校行っててやっぱなんか全日合わないなって思って途中でもう学校行くのやめたんですねうんなんか部活の先生とちょっと揉めたりもしてなんかあ柔道部やってたんですけど高校1年の時柔道部やっててなんかだんだんなんかやる気なくなって。 なんか部活の先生超怖くて、うん、それ以外で悩むところはなかったんですけどもうなんかやめよううんやめてなんか勉強もしたくなくなってきちゃったので夜間の学校定時制っていうんですけどもあの全日3年間なんですけど定時制4年っていう <laughs> 高校4年間あるっていう通い始めまして。 ね、お父さんにそれ相談した時も和弘あ僕和山田和弘って言うんですけど山田和,和くん和くんって言われてますお父さんに和くんって言われて和くんのやりたいようにやりなさいって言われてうーんすげえ悩んだ時もあってでも結局定時制に行きあのお父さんお母さんと相談して行かさせていただいてなんか無事に卒業できたなと思ってますあのまま全日高校普通の普通科行っててもなんか つまんなかったんだろうなーって今思えばうんいろんなこと思いますけどやっぱ定時制は4年間あのー、おじさん30歳ぐらい40歳ぐらいの方もいらっしゃいましたしあとおばちゃんお姉さんって言えばいいですかまた年上2530ぐらいの女性の方もいらっしゃいました。 とてもあクラスの人数すごい少なくて4、5人。4、5人。これも行ってもいいのかな。僕、高校2年生の時に入っていったんですけど、うちのクラスにもう処女がいないっていう、あのもうすごいあ、僕は童貞でしたけど、あの女性の人はもうモテちゃう感じの、極端なんですもね。もういじめられっ子か不良しかいないみたいな。いじまいじ だから、いじめが逆になかったですね、ほとんど。ああ、懐かしいですね。うん。なんかもう、いじめられっ子はいじめられっ子、不良は不良も極端、不良もちょっと極端な不良が多かったので、もう、構わない。うん。タクの人は構わない。いじめられっ子の子たちも構わない。なんか、ちょっとなんか、中途半端な人、えっと、不良でもない。 いじめられっ子でもないような真ん中の人はちょっといじめっ子のこといじめてましたけど結局不良本当のいじめっ子にもうボコボコにされてるのもいう感じでもう結構しっかりした考え不良の方はなんかそういうのはなんかあったかいなって思う場面もありました、うん、こ,ういうこの考え方が合ってるのかどうか分かんないですけど、うん、いじめない人はいじめないもう視界に入ってなかったのかな ちょっと今か考え始めてみましたがどうなのかなうんいじめはなかったなほとんどなかったと思いますうんえー、そんな感じで、えー、うん面白いあもうなんかみんなタバコ吸ってました高校生なのにうん学校の中で いいる人はいないんですけど、学校の門の外、学校の中じゃないです門の外、学校があって、門があって、道路があって、道路の反対側、自販機が置いてあったんですけど、そこで皆さん、タバコ吸ってましたね。男の人、ほとんど吸ってたかな。女性も方もほとんど吸ってたかなと思います。そういう時代ですね。えー、僕、今、40、今年4なので、1う20年以上前ですね。うん あ、お父さんの話から逸れてしまいましたね。あ、ちょっと懐かしかったですね、定時制。<laughs> うーん、もう、妊娠、出産してる方もいらっしゃいましたし、それで学校を辞めちゃう方もいましたし、楽しかったですね。そういう定時制に行くっていうのも選択肢としてはいいのかなって思います、高校。全日やなのであれば、1年間伸びますけどね。はい。あ それでお父さんの話に戻ってきますけどまた僕も仕事何回も何回も辞めていまして公務員みたいなロジホームで公務員の仕事をやって将来安泰だなって思った時もあったんですけどやっぱ上司上の人とも埋めたりとかしてやっぱ辞めてお父さんがっかりさせてた時もありましたねもうそのまま一生うんそこで勤めてれば 解消金も何千万ってもらえてうん将来安全だったのにうん残念だったねでも好きなように生きてっていいよってカズくんの好きなように生きてきなさいって言われてもう泣きながらうんまた明日に向かって頑張ろうって思ってる時もありましたとに,かとにかくもう過ぎ去ってしまったことは過ぎ去ってしまったことなので 未来頑張っていこうっていうスタイルですごくいつも応援してくれましたうん和弘は何でもできるよって言われてたような気がしますだけどね俺その時はやっぱねかなりへそが曲がってたので全然言葉を受け取れ受け止めても受け止めることができなかったですねどうせダメな人間どうせ失敗してしまう人間だってすごく思ってたので応援してくれるのはありがたかったんですけどとにかく うん、なんか怒られないよりはこう信じてもらえてるこの場はやり過ごしたなって感じにに思ってましたかねうーんそういうのずっと繰り返ししてきて今43歳色も仕事も何個ももう10個ぐらい変えたんでしょうかねもう1年勤まる2年勤まる3年以上勤めた時はほとんどなかったと思います仕事 うん、ほんとここ最近タクシー運転手させていただいてやっとなんか仕事一人前になってきたかなタクシー運転手として一人前にやらさせていただいてるなって思ってなんかやっとお父さんお母さんにも恩返しできるようになってきてなんかご食事に、うん、ごしやっぱご馳走してもらえる時も多いんですけどやっぱ自分で食べてくださいとか,なんか旅行行くんだったら足代えっ、ー、とえー 車代出したり電車賃こちらで出したりとかいろんなことを、あのー、少しずつ恩返しできるようになってきたなって思ってます本当はもっと昔もっともっと前からやんなきゃいけなかったなと思うんですけどもやっと少しずつできてきて自分もなんか嬉しいですうんはいなんかちょっとせこい部分もあるんですよねう 前にも話したことあるかなあ,あります、ね、あのいつも応援してきてくれるゆうちゃこさんがなんか、ま、ボーナスかなんかこれいもいすまあもらってほぼ親に渡すっていう <laughs> そんなことありえんのかなもらったボーナスをほぼ親に渡すうーんそっか俺はまだまだだなって思ってかなりそれ影響受けてて うん、親にもっとお金の面でも心の面でももっともっと恩返ししていかなきゃなって思って自分変われたなと思ってますうん、うん、とにかくお父さんお母さんすごく応援してくれたのでなんかやっと応援を受け止めれる自分自己肯定力が高まったのでその応援を受け止められるようになりましたうんそうね これからももっともっと、もう親はずっと親なんそうなんですよね、ずっと応援してくれてると思ってます。うん。激しく怒られたり、もうぶたれた時とかもあったんですけど、うん、恨まないで、いろん、うん、とにかく、産んでくれてありがとうって思って、応援してくれてありがとうって思って、日々生活してます。はい。親に感謝。 お父さんに感謝お父さん見たくなる僕はそう決めて日々生活しているときと生活してます本当お父さん目標にしてお父さんの背中を見てそして僕の方が若いので僕のパワーで追い越せそんな気持ちで日々生きてますはいいいねちょっと語りすぎちゃいましたけどいいと思います ありがとうございます。それで終わってみます。イエーイせーの。いいねお父さんお母さんはいつも皆様のことを応援してますよ。絶対応援してますよ。はい。いいね失礼します。